おはようございます。12月13日月曜日、マイナス7度の湿度が湿度が 78% です。今日は吹いてる。やっと冬が来ましたね。最近の大体の朝食の定番が、ソーケッシュのパン、宝のチーズ、本当は2倍乗せたいけどちょっと我慢してこれぐらいに、くっちゃんの石川養鶏場さんの卵とルスツの無添加のソーセージ、これを焼き付け、テフロンから焼き付け塗装の、フライパンにしたらくっつかなくなりましたと。これに、大滝のスカートまで買ってきた生胡椒の塩漬けをかけて食べます。パンにはいろいろルスツのパン屋さんのパテとかをつけて食べますと。はい、いただきます。コーヒーは東札幌のリトルフォートコーヒーさんのエチオピア。ちゃんと冬がやってきました。今朝ね、ドアが4枚とも開かず、前後左右どうしようかなと思って、凍りついて開かないから、で後ろのトランク開けたんだけど、トランク開いて、でもトランクが開いたところでどうすればいいのみたいな感じでなったんですけど、もうドアノブが取れてしまうじゃないかっていうギリギリのところで、右というか運転席側のドアが開いて、車庫がないとこういう時困るのかと。雪だけの場合じゃなかった。あまりにも吹雪だから投薬行きは明日に延期して、今はくっちゃ向かってます。父の病院の行きはバスで行ったんだけど、帰り晴れたから迎えに行ってあげようと思って。吹いてんな。こういう中にね、大張り切りで飛ばしてくる人とかいるんで、まあ気持ち上がるんだよね。テンション上がる。4灯つけながら行きます。ブレーキを踏みながら、止まらずにブレーキを踏みながら、どうですか、関東伊東の皆さん、こんな中で生活してます。我々は止まりたいけど止まるわけにはいかないっていうね、後ろから来る車がある以上。とはいえ進んでると前で止まってる車がある可能性もあるので、その辺のバランスが、急に目の前に現れたら止まりきれないですからね。嘘やろ。
ベル10のうちの8ぐらいですね、もう。レベル10の7から8。7.5 ぐらい。結構です。まあ少し、さっきよりだいぶマシになったんで。道路標識とか、上の矢印見えますかね？見えますよ。ライトつけなよ。ライトつけなって。あれってついてんの？ああ、緊張する。こういう日は、運転しないに限りますね。俺外見てなかったもんだ、こんなに動いてると思う。俺も来てびっくりしたわ。バスで帰るよって、でそれで電話したんだよ、ごめんな、ちょっとスーパー行くね、もうこれ焦って帰っても、慌てってはダメだわ、いや俺早く終わったからまあ終わって帰るよって言って。こんな中でもね、ライトつけないで走ってる車あるしね。そんなやつもあって、したら調べてみたら確か1時頃にバスあるんだけど、目が悪いかよく見えんのよ。確かだ。いやいや。